皆様お待たせいたしました。ただいまより関西将棋会館の竣工を記念いたしまして、テープカットを執り行います。テープカットに先立ちまして、公益社団法人日本将棋連盟創立100周年事業東西将棋会館建設委員会委員長谷川浩二より一言ご挨拶申し上げます。谷川様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、将棋連盟の谷川浩二でございます。一言、ご挨拶お礼を、申し上げます。本日は、ご来賓の皆様方、そしてメディアの方にも大勢お越しをいただいておりますが、厚く御礼を申し上げます。本日11月17日は将棋の日で、ございます。日本将棋連盟創立100周年、また、高槻市市政81年、高槻市の万寿の、年の、将棋の日に、関西将棋会館竣工、式を、迎えることができましたことを、とても、感慨深く、持っております。これも、ひとえに、熱心に、ご誘致をいただきました高槻市様、そして、設計施工をお願いをいたしました、大成建設様、また長年にわたり、将棋界を、支えていただいております、タイトル戦公式戦の、主催者、協賛者様、また、今回の、関西将棋会館、建設にあたりまして、多大なるご寄付をいただきました企業様、また、クラウドファンディング、ふるさと納税を、通しまして、ご支援をいただきました将棋ファンの、皆様方、すべての皆様方に厚く、御礼を、申し上げます。私自身も、新しい、将棋会館で対局ができることを楽しみにしておりますし、後輩の、優秀な棋士たちが、この高槻の地で、名局、名勝負を、繰り広げてくれるものと、期待をしております。これから3月に、かけまして、半年かけて、駒音公演という形で、将棋会館の前も、市の方で、整備をして、いただいております。また来年3月には、公演と一体化した、素晴らしい将棋会館に、なるのではないかというふうに、考えて、おります。こちら芥川町は行くところによりますと、西国街道の、宿場町ではあったというふうに聞いております。歴史のある地域、ということです。これからも、将棋の、対局、イベント、普及を通じまして、この、新しい将棋会館からさまざまな形で発信を、していきまして、将棋界の発展、また高槻市の、発展にも、努めていければというふうに、思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。係の者がアテンドいたしますので、谷川様はそのままお待ちください。それではテープカットをしていただきます皆様をご紹介申し上げます。公益社団法人日本将棋連盟会長羽生善治様、公益社団法人日本将棋連盟創立100周年事業東西将棋会館建設委員会委員長谷川浩二様、公益社団法人日本将棋連盟理事、関西電力社有で岩谷産業株式会社取締役を務めておられる森章介様、公益社団法人日本将棋連盟竜王名人藤井聡太様、
公益社団法人日本将棋連盟九段桐山清澄様。高槻市市長浜田武様。大成建設株式会社執行役員関西支店支店長足立健二様。以上の皆様でございます。皆様ご準備はよろしいでしょうか。ではただいまから記念撮影を行いますので、テープを切らずに一度ポーズを取っていただけますでしょうか。左手でテープをお持ちいただきまして、テープにハサミを添えて正面笑顔をお願いいたします。さあ、カメラをお持ちの方はどうぞ撮影をお願いいたします。皆様はカメラに答えていただきますようお願い申し上げます。第1グループの方交代でお願いします。第2グループの方入ってください。それではどうぞ。ありがとうございます。以上をもちまして
関西将棋会館竣工記念のテープカットを終了いたします。本日は誠におめでとうございます。はい、
それではこけら落とし対局を始めてください。お願いします。
大丈夫でございます。